皆さんこんにちは、キリアです。今日はこちらの大航海時代オリジンで市長になってみようかと思います。向かっているのはアフリカ大陸の東側にあるこちらのホルムズという都市ですね。こちらが結構交易でいい品物が売っているのと、投資額の1位が3500ポイントなので、貯金を使い果たせばこれ1位を狙えるんじゃないかと思いまして、こちらホルムズに向かっています。で、現在の時刻が4月9日日曜日の夜、あと数時間ほどでこの1週間が終わるというところ。これで、ちょっと卑怯なやり方なんですが、日付ギリギリを狙って1位を狙って投資していく、それまではこのランキング下の方で潜んでいるという、そんなやり方でやってみたいと思います。さあ、こちら日付変わって4月10日月曜日の午前1時半になりました。こちら先ほどこの役所の方で投資をしておきまして、いらっしゃいやす。さあ、これでおお来ましたね、ランク報酬1位、よし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 。こちら3628ポイントでランク1位になりました。そしてこちら市長キリア残り任期6日、このキリアが1週間市長になりました。ただここが占有国がオスマンがすごい投資をしていて、オスマンの同盟国となっているんですが、これでどうするんだ。市長になったことでいろいろ税率を変えたりできるという話だったんですが、個人ランクで1位を達成した船団は都市の市長に任命されます。市長は都市の国家別関税を調整することができます。で、1週間の任期が終わると、任期の間に入ってきた税金の一部が給与として支給されます。あ、任期が終わった時なんだ、お金入ってくるのは。んで、配当金は市長を除いて次の条件を全て満たすともらえる。あ、市長はもらえない。あ、そっか、配当金ではない。あ、そっか、ここに書いてあるわ。これ配当金市長のところないっすね。そっか、そっか、もらえるのは1週間後なんだ。関税の一部がもらえる。で、配当金はもらえないんだ。んで、その税率の変更ってどうやるんだ。関税。あ、これか、ここで変えられるわ。あー、なるほど。あー、あー、ちょっと待って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 。これって、あ、オスマン変えられないんだ。あ、占有国が市長、あ、待って待って待って。占有国が市長の国家と異なる場合、関税を変更することで、あ、マジか、これ。これ、オスマンをプレイしている方が多いので、今このサーバー。なので、オスマンの税率をめちゃくちゃ上げてみようかなと思ったんですけど、それできないんだ。そしたらこれはオランダ、私の所属しているこのオランダを税 0% にしましょうか。そしたら他のところはちょっと申し訳ないんですが、私の給与のため、あ、これ最大税率決まってる？なんか今で他の都市で買い物すると 20% とか 30% とか取られることがあるんだけど、最大が決まってるわ。マジか。日本ちょっと避けとくかなんとなく日本は軽減税率で 8% にするか。ああ、これで市長は国家別に1日1回関税の変更ができます。あ、本当だ、今もう変えられない。んで、都市の占有率と市長の国籍が異なる場合、占有国の関税は変更することができません。なるほど、そっか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 、しょうがない、これしょうがないか。そしたらオスマンからどんどんお金を取ろうと思ったら、自分の所属する国家の同盟国の市長にならないといけないのか。ただ他のところ高いんですよね。この他のところで取ろうとすると多分お金が足りないこれ2億以上必要ですよね。ザンジバルで1億9000万か。一応私もここのホルムズの市長になるときに、今もこれ 5% 減った状態ですけど、3600くらいで1億8000万くらい使ったんですよ。それでお金がもうほぼないので今もう2200万。ただここもまあ関税、オスマンの関税変えられないとはいえ、このなんていうんだこれ、青、金石、青金石、この3つ、青金石、トルコ石、モスリン、この辺りがかなり高く売れるものなので、ここで買い物してくれる人多いんじゃないかな。ただこれちょっとなんかこう内側に入っていってる場所なのがちょっと寄りにくい場所かもしれない。こういうゴアとかカルカットとかこの辺は相当高いそうで、これ1万ってすごいな。ただまあこれでホルムズの市長になりました。これでこれであ、そうか、サンティアゴ、先週やったこのサンティアゴの配当金、これが、あ、170万入ってくる。よし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 、これもらって、そしてこのブルージェムももらって、で、あとはこのホルムズのこのブルージェムもここでもらえる。よし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 、これであとは来週ですね、1週間後にこちらのこのホルムズで
この関税がいくら入ってくるのか、この関税の一部が給与として支払われる、この給与がどのくらいになるのかというのをまた動画にしたいと思いますので、もしよろしければそちらもぜひご覧ください。それでは今回はここで終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた来週、この市長の給与がいくらになったのか、そちらを確認していきたいと思います。それでは。